今日は1月13日です。富士山のふもとのふもとっぱらキャンプ場というところに、妻と2人で来ました。今日は雪予報があったせいかどうかわからないんですけど、とても空いているように思います。富士山です。歩いているのが妻です。ゆっくりもミッキーのバルーンがついてます。ここが多分中央トイレって言いましたか。まだ夕飯の前なので炊事場も人が少ないですね。先ほどまで、風が4メートル以上あったようで、焚き火禁止ですってなってたんですけど、たった今焚き火禁止が解除されました。と言っても皆さん焚き火してましたね。空いてますよ。こんなところ、こんな風に空いてることないですもん。土曜日日曜日こんなにふもとっぱらキャンプ場の土曜日が空いてるのは、先ほどから言ってますけど、めったにないですね。この辺誰もいないですから。はい、富士山です。今やめったにキャンプ場で見ないコールマンのテントです。はい、今日のテントの設営はこんな感じになります。と言っても、中は夜は荷物置き場になります。はい、今日の夕飯は、鍋ですね。野菜たっぷりの鍋です。スーパーで袋入りの野菜売ってますから、それを買ってきました。で、コンロはスノーピークの超便利なコンロです。火力もそこそこあるので、ほどなくうまくできるんじゃないかなと思います。反対側で妻が、ブログ用の写真を撮っているようですね。あちらに見えるのが今回の新しいギアで、こういったカセットガスボンベを使って、ストーブになるという優れものです。さっきちょっと使ってみたんですけど、とても暖かくなりました。で、テント内でストーブを使いますので、今回はこんな一酸化炭素検出の、アラームも持ってきました。これがランタンですね。手元を照らす充電式ランタンです。テントの天井には乾電池式のランタンがあります。あ、パラ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 音がしてますね。妻がこれ雪じゃないっていうふうに言いました。なんか雪のような気がしてきました。か、雨ですね。今雪かもしれないと思ってテントの、扉を開けたら、いやー雪ですよ、雪。うわ、急にかき曇ったなと思ったら雪です。いや参りました。はい、もう逃げ込みます。テントに当たるこう雪の音が分かりますか。パチパチパラパラしてるんですけど、びっくりです。はい、外はすごい音がし始めました。はい、鍋が煮えていい具合になってきてると思います。
もう快適ですね。風が強くて、あ、雪も降ってるんですけど、はい、うどんが投入されました。はい、今キムチが入りました。卵も持ってきたので卵を割って食べるようです。音がすごくなりましたね。もうめちゃくちゃです。優秀なカセットガスボンベストーブです。外はものすごい風ですよ。もうテントが飛んでしまうんじゃないかっていうぐらいの風が吹いてます。皮肉なもので焚き火禁止を解除しますって言った途端に大風と雪です。早速テントに駆け込んで夕飯を済ませてしまいました。この風です。いや、参りました。勘弁してください。もうさっきまでテントの中にいたんですけど、爆風というか暴風というかめちゃくちゃすごかったんですけど、さっきまでが嘘みたいだよね。全く嘘だよ。テント潰れてる。気の毒。車で移動してる人はどうすんだろう。どうすんだろう。でもオリオン座が綺麗。カシオペアも見えた。はい、車の中に戻って寝る準備を始めようかと思います。LED のテープタイプのライトがここについてます。まもなくお休みの時間がやってきます。綺麗ですね。富士山綺麗です。絵になりますね。手前の凍った池と向こう側の青空に生えている富士山綺麗です。